こんにちは、生態ニコニコサヤネドです。本日もダウンをご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、肩こりを根本的に解消するための方法ということで、縦肩甲骨ですね、肩甲骨が立った状態にすると、縦肩甲骨のパート2をお届けしたいと思います。でですね、肩甲骨が立つ状態っていうのは2つありまして、まずは肩甲骨が、まあ、こういう寝てるわけです。まあ、猫背って言われる状態ですね。これは肩甲骨が、外側上方向に引っ張られることで、まあ、外側上方向に引っ張られることでこういうふうに猫背になってしまってます。ですからこれをまず内側下方向へと正しい位置へと持っていきます。これが縦肩甲骨のナンバーワン、1番目のものでした。これが正しい姿勢にとって重要なんですけども、この正しい姿勢の状態で上半身を使うということはとてもその次に大事で、そうしますと肩が日常生活で凝らなくなるということが起こってきます。で、凝ったとしてもすぐ解消されるという状態に持っていけることができますので、そのためには今からやる縦肩甲骨パート2が大事だと。で、それはどういうことかというと、まあ、この四つ這いした時ですね、手をこうついで四つ這いした時にこうついた時にですね、肩甲骨がこう、この周りで、肩甲骨周りの肩周りの筋肉がどうしても負荷がかかるんで緊張しちゃいます。そうすると肩甲骨がこうベターっとですね、またへばりついちゃうんですけども、それをこうついた時に肩甲骨が剥がれる状態、剥がれた状態で手をついて体を支えられるようにしていきます。そうするともう上半身でこれ、自分の体をこう支えることになりますから、そのだけの負荷があって緊張しやすい状態でも肩甲骨が剥がれていればですね、日常生活で何か物を持ったりとかいろんな緊張する場面ありますね、塊が。そういう時に、まあ、緊張したままだとまた凝ってしまいますけども、そういった時に肩甲骨が剥がれた状態でいろんなことがですね、持ったりとかいろんなことができれば肩が、凝らなくなりますし、凝ったとしてもすぐ解消される体へと変化することができるということで、今日はその方法の一つ目をお伝えしていきます。まずはこれはまず何をするかというと、四つ這いをするということになります。このポーズを取るということになります。で、肩こりが起こる人はですね、この四つ這いのポーズ自体が、正しくできていないというのがありますので、まずはこの正しいやり方ですね、四つ這いの正しいやり方を知っていただきたいと思います。で、その四つ這い正しいやり方をするだけで肩周りが、楽になります。結構こうやって手をついて結構緊張する場面で結構この辺疲れそうなんですけども、で、実際疲れた感じはあります。やってると疲れてきます。ですけども、やった後に肩がなぜか軽くなって動かしやすくなると。疲れてるはずだから、疲れたら普通この筋肉が硬くなってですね、動きにくくなってもうおかしくない状態なのに、疲れてくるけどなぜか動かしやすくなると。それはなぜかというと、四つ這いを正しくすると肩甲骨が剥がれてくるからなんです。で、その正しい四つ這いの方法を今日はお伝えしたいと思います。ということで、ちょっと準備いたします。はい、ということでですね、そのベッドの上でやっていきたいと思います。はい、ということで、まずは四つ這いというのはこういうポーズをとります。よいしょ、こういうポーズですね。で、まずは両手と両膝とつま先を立てるということをします。ですね、両手と両膝とつま先こう立てていただいて、まずはこれに並ぶ、まずはこのポーズを取ってください。で、まずは肩の真下に手が来るようにします。肩の真下に手が来るようにして、で、この股関節のこの下にだいたい膝ちょっ と前側、こっち側に入ってもいいんで、この真下のここに持ってくるか、ちょっと内側ですにします。で、つま先をこのように立ててください。なぜなら膝が負担がかかって、膝のお皿に負担がかかってしまいますので、こうではなくてこうしてください。で、こうできない人はまあこうでもいいんですけども、できる人はこうしてください。で、まずこういう風にしています。で、ここまでできましたら、次に肘のひらですね、なぜ私はこちらめくってるかというと、ちょっとここを見せたかったからなんですけども、肘こう曲がりますよね。で、曲がる、こっちの曲がるところですね。曲がるところを、こっちに向けたまま手をつきます。ほとんどの人はこの曲がる側がですね、この曲がる側が
手をつくと内側に向いちゃいます。内側に。なんでこういうふうに曲がる、こういうふうに曲がる方向にこの肘が内側に向いちゃいますね。で、そしたらこういう曲がっちゃうんで、どうしてもこの辺の、上腕三頭筋とか三角筋、固まるこの辺の筋肉ですね、この辺の筋肉が力が抜けないんで、そうすると肩甲骨が剥がれてきませんので、この肘が、まあ、こうならないように肘の曲がる方ですね、曲がる方を上にして、こっち側を要は下にするわけですね。下ってこっちなんですね。こっち方向、後ろ方向で、こっちは前側にするわけです。もうこうなってるのをこういうふうにちょっと外側に回転させて、この曲がる方は上向くようにします。そうすると肘は曲がらなくなります。曲がらなくなります。これは肘の構造上そういうふうになってますので、こういうふうにしてあげるということになります。で、まずはこう手をつって肩の下に手を持ってきて、股関節の下に膝で、つま先を立てて、この6本の点ですね、両手、両膝、両つま先、この6本の点に支えて、あとは肘のこのひら、曲がる方をですね、上に向けます。で、このポーズをまずは取って、この状態でダラーッと脱力します。いや、これ結構ね、体重かかるからダラーッとできないと思われるかもしれないですけど、この状態で極力ダラーッとして脱力していくわけです。で、こういう時に脱力しようとすると、だんだんこう肩がですね、こういうふうに上がってくる人も結構いるんですけども、そうじゃなくて、こういう人は肩これが治らないですから、肩はこう下げた状態です。下げた状態、要は普通に座ったら肩下がってると思うんですけども、その状態で手をつく感じです。こう上げて座っている人いないと思うんで、こう下がった状態になると思いますから、下がった状態で手をつくと。で、どうしても脱力するとこう上がってしまうようでしたら、これはちょっとここに押さえ込んでおいてください。この状態で脱力します。そうしますと、まあ、こういう感じで肩甲骨が剥がれて、ここちょっと盛り上がっていると思うんですけども、こういうふうに立ってきます。こういうふうに立って前から見ると、前から見えるのかな、頭がありますね。こんな風になります。立てるかちょっとわかんないんですけど、私は見えないんで、こんな感じになります。はい、こんな感じになります。で、まずはこの四つ這いを取ると。まあ、ちょっとすぐ腕とかこの辺疲れてしまうようでしたら、最初は30秒ぐらいからやって、慣れてきた人は1分とかぐらいやっていくといいです。そうするとですね、この本当に無駄な、本当はこの手をつくときに使わなくていいですね、外側の筋肉が抜けて、本来使えるこの辺の前胸筋であるますとか、あとはローテッドカフといって肩甲骨周りにあるインナーマッスル、その辺が鍛えられますので、すごく筋トレにすごくいいので、この状態で肘のひらを上に向けるというのをやってみてください。これは肩甲骨周りのインナーマッスルが鍛えられる、そういう方法になります。こう上げてたら全然鍛えられないんで、こうして。これで、やってみてください。インナーマッスルも鍛えつつですね、本来まあ使うべきインナーマッスルを鍛えつつ、不要な肩こり筋は抜いていくと。そうすることによって肩甲骨の立った状態でいられるようになりますから、肩甲骨が動きます。肩甲骨が動くってことは、その中側の先ほど言った鍛えれたインナーマッスルで、ロッテイカカフとか前胸筋とかそういったところの肩周りのインナーマッスルが働いているから、肩甲骨が動くわけなんですけども、外側の筋肉は使わないと。そうすることによって、肩こり筋である僧帽筋とか、肩甲胸筋とか、そういう外側の筋肉が凝らないということにつながってきますので、まだこの四つ這いを、やってみてください。で、次回この四つ這いからさらに、負荷をかけていきます。そうすることでさらに剥がれていきますし、結構きついのに動きやすい。今はちょっとこうやって回してみたら先ほどより動かしやすいと思うんですけども、そういう状態と思っていって、上半身が緊張しやすい場面でも緊張せずにいられるようになりまして、さらに、根本的に肩こりが解消していくということになりますので、もし気になる方は下のチャンネル登録のところから登録してみてください。ということで、本日の動画もご覧いただきありがとうございました。